アリサカ銃とは、日本のボルトアクション方式の軍生式小銃の系列であり、それまでの村タ銃系列の小銃を更新するために1897年より製造が始まり、第二次世界大戦が終結する1945年まで製造された一連の小銃を指す。欧米圏では、アリサカライフルとも呼ぶ。最も一般的なアリサカ銃は6 5 5 0ト、mm、ル。 セミリムドの三十八年式実砲を用いる三十八式不評銃及び、現代の三百八ウィンチェスター弾に匹敵する威力を持つ七点七五十八ミリメートルリムレスの九十九式実砲を用いる九十九式短小銃である。九十九式及び他の多くのアリサカ銃の足は、ほとんどは連合国軍最高司令官総司令部の命令により廃棄処分されたが、何千丁かは、 アメリカ軍とソ連軍の兵士の手により戦地にて露獲され戦利品として第二次大戦後にアメリカ合衆国とロシアへともたらされた。アリサカ銃の設計者、アリサカナリアキラアリサカ銃はアリサカナリキラ大佐により設計され、1907年彼はこの功績により明治天皇から断爵位を与えられた。アリサカ銃は様々な戦争の間に幾多の改良や 派生型の開発が行われた。その一つが6 5ト、mm、ル実砲の38式からより大口径の7 7ト、mm、ル実砲の99式への移行であり、もう一つは二つの主要部分に分解可能な空挺兵が空挺作戦に傾向するためのテイクダウンライフルの開発であった。有坂中の改良者南部基次郎戦後の素材調査により、 アリサカ銃のボルトとレシーバーは、最高材規格ナンバーワン085に類似した0.80%から0.90%の炭素、0.60%から0.90%のマンガンを含む炭素鋼であることが判明し、破壊試験において、アリサカ銃は、スプリングフィールド M1903DN フィールド、モーゼルのどれよりも強度が高いことが証明された。 初期に生産された99式は、打ちでの命中精度を高める目的で、ワイヤー製のモノポットが装備され、リアサイトには、航空機への対空射撃に適した角度を取るための水平照射区が装備された。第二次世界大戦末期の終末型は製造コストの削減のために、様々な変更が行われ、急に本軍の末期の装備を象徴するものとなった。例えば、 初期生産型の卵型のボルトハンドルは、より小さく、実利的な円筒型に変更され、重心の上のハンドガードは省略された。また、消耗は固定式のオープンサイトとされた。菊下紋章が完全に残る38、式菊下紋章が完全に残る99式、軍用ボルトアクションの機構を持つ有坂銃は、大日本帝国陸軍と大日本帝国海軍にて用いられ、 第二次世界大戦以前には、イギリス海軍、ロシア帝国陸軍、フィンランド陸軍、アルバニア陸軍でも使用された。中でも、ロシア革命時のチェコ軍団はほぼ全軍が30年式や38式で武装していた。第二次大戦中に露革された多くのアリサカ銃が、戦後も大韓民国、中国、タイ王国、カンボジアなどで使用されたが、1945年の 日本の幸福とともに土地上として、すべての小銃と実砲の生産が停止したことから、アリサカ銃はすぐにより新しい銃に置き換えられる形で姿を消していった。ほとんどの日本軍の兵器が東京湾に投棄されたことから、予備の弾薬もすぐに枯渇することとなった。しかし、中国では露革したアリサカ銃を使用するために6.550メートル MSR 弾の製造が続けられた。 菊花紋章が完全に削り落とされた99式、正式採用されたすべての軍用有坂さ銃には、インペリアルシール、または16花弁の菊属を模した1680票菊がレシーバー上部に刻印されていたが、しばしばこの紋章はヤスリ掛け、削取り、圧削等の手段により既存された状態となっている。これには、武装解除にあたって、日本軍側から、 アリサカ銃の引き渡し条件として提示されたとする説、あるいはアメリカ兵が戦利品として戦場より持ち帰る際に削り取るようにアメリカ軍内で指導されたとする説の相反する主張が存在するが公的には日本軍、米軍双方とも文章の既存を要求した公文書は残されていない。文章が現存するアリサカ銃のほとんどは 日本国内の展示施設に現存するもので、ごく少数が武装解除前に戦利品として獲得されたものや中国軍により露殻された経歴を持つものとして海外の重機市場に残されている。中国で露殻されたアリサ荷重のいくらかは、その後アメリカ合衆国へ輸出された。その中には薬室を 7.62EX39mm 弾に、 改造された38式機銃なども含まれていた。この改造を施された38式機銃は、非公式にタイプ38、56カービンと呼ばれている。一方、国民党軍により露覚された38式の、いくらかは7 9 2 5 7ト、mm、ルマウザー弾用に改造された。この改造を施された38式機銃は、レシーバーがいくらか切り取られたことで、 元の刻印がなくなったため、新たに792式なる形式が刻印されている。菊花紋章は多くは完全に削り落とされたが、いくつかは単にヤスリで表面を荒らされたり、のみで引っ掛き章をつけられただけか、または、タガネで何度も菊花の外周を打ち付けられて例の数字を描くような模様を上書きされたものも存在した。後者は通常、日本軍の軍務から退役した。 アリサカ銃に対して用いられた手法で、学校教練向けに対応されたり他国向けに販売された銃にも適用されており、実際に英国海軍の陸上部隊は第一次世界大戦にてスマイルマーク I が配備されるまではこのような38式を用いていた。終戦後の1949年に中国で製造が継続されていた6.5ミ、mm、リメートル、 50SR 団国小数ではあるが、38式は1910年にメキシコが衆国への輸出向きに製造され、キッカモン章の代わりにメキシコの国章が刻印された。しかし、その多くはメキシコ革命には間に合わず、余剰分は第一次世界大戦期に帝政ロシアへと売却された。輸出総数はメキシコへ50万兆、ロシアへは60万兆余りとされる。 帝政ロシアには38式以外にも30年式や35年式もいくらか売却されたとみられ、ソビエト連邦となった後に勃発したスペイン内戦にて、スペイン人民戦線側に7 9 2 5 7ト、mm、ルマウザー弾に改造されて供給されたものが現存している。また、1923年から1928年にかけて、 太陽国向きに852メートル MR 弾仕様の38式不標銃である66式小銃が約5万丁輸出された。66式のレシーバーには太陽国軍の紋章であるチャクラが刻印されている。アリサカ銃は日中戦争勃発以降、中国国内の武器交渉でコピー製造されたものも若干存在し、米国市場に比較的程度の良いものが現存している。 中でも日本軍支配地域の交渉で製造された北市19式小銃は対戦末期の武器不足を補うため、交尾部隊に配備されたという証言が残っている。有坂銃は、駐留していた、旧日本軍の武装解除が行われた国や地域では、そのままの状態もしくは弾薬変更のための薬室改造などを経て、軍用銃として配備されていた例もあったが、冷戦体制下では、 多くの国が西側諸国、または東側諸国の軍事援助を受けたため、アリサカ銃は東西両陣営の新鋭の自動小銃や突撃銃に急速に置き換えられ、あるいはアリサカ銃ともに接取された実報の枯渇とともに退役し姿を消していった。イギリス連邦下のスマイル小銃や旧共産圏諸国における模身長安小銃のように現在でも組織的に 正式小銃として実戦部隊に配備されている例は皆無であり、ごくわずかに東南アジアの反政府武装勢力が実戦で使用している例が残るに過ぎない。日本の自衛隊も警察予備隊時代の一時期に30から06弾用に改造された99式後継30小銃を配備していた。1950年の M1 カービン。 1951年の M1 ガーランドの供与に次いで約7万5000兆が GHQ により日本側への返還が行われ、薬室改造を施した上で予備装備として1952年より運用が始まったが99式後継。30小銃は正式型、戦時型、2式小銃などの部品が入り混じり、互換性を失っていたこと、弾薬統一のために、 30弾薬 M2 を使用できるように改造したことで、その重量の軽さも相まって反動が増加しており、重心側に特に改造を加えずに本来よりも後継の小さな弾頭を発射することにより、弾道特性や集団性も悪化した。カービニやガーランドですらも幾多の戦闘を経て老朽化しており、様々なレベルでの故障が発生したが、これは99式後継。 三0小銃も例外ではなく、後年には安全装置をかけていても引き金を引くと発火する、発砲中に重心が割れるといった問題が多発した。新小銃の開発が行われている最中の1961年には、検査のために500丁の99式後継。三0小銃が飽和工業に持ち込まれ、99式の開発に関わり、 64式の開発を手掛けていた岩下健造も加わって行われた検査の結果、有定激震、安全士の合格点数は0、おずつは2個、激震止め羽三37個が合格するに止まるという、ありさまで銃として満足できるものは一丁もなかった。この結果を報告された陸上幕僚幹部は即刻99式後継。 30小銃の射撃禁止措置を取った。こうした事情もあり、64式小銃配備を前にして、アリサカ銃は速やかに退役させられ、64式小銃配備後も議場用としては、M1 ガーランドが選択され、急に本軍の色濃いアリサカ銃を組織内に残すことをしなかったため、アメリカ軍における m 1九百三小銃のように、議場銃として母国の軍事、 公安機関で、原用品として、予選を送る機会も与えられなかった。アリサカ銃の現存の状況は、戦前に民間に払い下げられたために、村田式散弾銃として、現在も王子の姿をわずかに、日本国内に残す村田銃とも異なる。敗戦時に、日本国内で、新中軍に接収された、膨大な数のアリサカ銃はほとんどすべて廃棄処分、されたため、 旧イタリア王国のカルカの M1938 ほど多く欧米の銃器市場にも現存していない。アリサカジュウを製造していた公兵交渉や関連する軍事産業も廃線とともにほとんどが解体、消滅させられ、わずかに生き残った公営企業やその他の銃器メーカーもアリサカジュウの構造的な特徴を引き継がなかった。このことから、 旧ドイツ第三帝国のモーゼルカル98キロや、旧オーストリアハンガリー帝国のステアー・マンリッヒャー、ショーナーのように、当時の軍用アクションをそのまま製品化した、民を向けライフルが製造されることもなく、南部式拳銃の系譜ともども、アリサカ銃の技術的な系譜は、完全に断絶したまま現在に至っている。ただし、民間の狩猟、標的射撃向けとしては、現在でも、 民間弾薬メーカーによる6 5ト、mm、ル及び7 7ト、mm、ル実報の市場供給が続いているため、海外では愛好家の手により多くのアリサ銃の現存品が現役の領銃として使用され続けている。銃刀法の規制により、そのままの姿での日本への里帰りは無可動実注を除いては難しい状態であるが、着検装置の除去や、 重傷交換などによる外見のスポーツライフル化、あるいは410ゲージ三弾銃への改造などを経て、許可銃としての逆輸入を果たし、日本国内で運用されている例も参見される。有坂銃は90度の開閉角度を持つ、コックオンクロージング方式の回転式、ボルトアクションで、構造上は1ピース構造で先端に2つの、貫抜き交有する有定を持つために、 モーゼル系列に分類される。コックオンクロージング方式ではあるが、実際は交換を起こすと1、3ほど撃系がコッキングされ、一度薬室を開放して、遊程を再び閉鎖する際に、コッキングが完了する、コックオンオープニング方式との中間的な動作である。交換は一部の狙撃銃盤を除いて、ストレートタイプが採用されている。は、 フロアアップレート方式の箱型5発内蔵断層で、装填は薬室を開放して吐い、鞘口から一発ずつ押し込んで行うが、ストリッパークリップ式の相談紙を用いることでより、素早い装填が行える。フロアアップレートは、残弾がない際には、包み底面に干渉して、遊程の閉鎖を阻止するため、これにより手に残弾がなくなったことを知らせる仕組みである。 断層からの脱包みは用心金内に設けられたフロアープレートのストッパーを解除してフロアープレートを解放することで行われる。重傷は桜材を用いており、重微部は上下に分割構造とすることで木材の有効活用を図っている。前身の村田銃との比較では13年、18年式村田単発銃は交換を起こした時にコッキングが完了する。 コックオンオープニング方式で、交換時幹部の看合部以外に閉鎖機構を持たず、中トン図こそ備えられているものの、縮子を許さなかったために灰、鞘を完了するには、手で直接薬莢を排除する必要があった。しかし、有坂銃は、包み底面に缶抜き粉や可動式の縮子が設けられ、交換自体も、補助的な固定式缶抜き粉の機能を果たすことで、より強力な弾薬の使用や素早い灰、 さやを実現できた。また遊定子は村田単発銃のマイナスネジによるものからラッチ式に変更されたので部品の紛失のリスクがなくなり遊定の脱着もより迅速に行えるようになった。さらに22年式村田連発銃は重心と並行して関係発発弾層を有していたが装填の作業性に難があり重量バランスが悪く詰め込まれた弾頭が 実砲底部の重要来管を突くことによる弾層内での弾薬の誘爆事故を防ぐために、平頭弾頭しか使用できないことから、弾道特性や集団性の悪化を招いていた。これに対し有坂銃は、一般的な箱型弾層を採用したことで、相談数は減ったものの、相談士による素早い装填やより良い重量バランスの獲得、戦闘弾頭の採用による、 後位集団性能を実現できた。これらの構造の相違から、有坂銃は、村田銃と比較してはるかに高い射撃性能を持つと、みなされている。最初に登場した30年式は、同時期のモーゼル M1896 を参考に、したとみられ、村田銃や、同時期の他国のボルトアクション同様に、ボルト後端に、コッキングと共に交代する撃系を有しており、 撃刑の前進を阻止することで激発を防止するセーフティが備えられていたが、全面改良型の38式では、遊艇内部の構造が大きく改められ、これをもって有坂銃は完成型となった。それに、戦だって30年式の一部改良型である35年式海軍銃では、日露戦争での砂人による作動不良の戦訓を踏まえ、手動式の遊艇服が備えられた。 この構造は続く38式にも受け継がれ、遊程と一体化して前後する自動式の遊程服へと発展したが、もし遊程服が銃に適合していないと、遊程の開閉時に若干の金属音を発するため、音密行動を取る用途では任意で取り外される場合もあった。十八式初期型の撃計中高、側面の突起は安全位置では髪型を指す十八式では、 有抵抗端の可動式の撃径が露出する構造を廃止、代わりに撃径を直接押さえる回転式の撃径中高が撃径交端を覆い隠すような形状で備えられた。この構造変更により、コッキングされているか否かを銃の外側から目視確認することや、不発などの緊急時に撃径を外部から直接引くことで再コックを行うことなどは、 不可能となったものの、可動部分が減ったために、部品点数が減り、具98と比較しても、極めて簡素な構造となったほか、激系中高が、有底高弾の線の役割も果たすことで、1万1弾薬の異常高圧で、包み底面が破壊され、激震側に発射圧が吹き抜けた際に、激震が激系ごといての顔面へ吹き飛ばされる、可能性も大きく現じられることとなった。 激系中高は、外見は、肩甲骨に類似した形状で、手のひらや指で押し回すことにより操作する。30年式では、引き金状のレバーを引いて、右に回すことで激系を固定する構造であったが、骨幹の満州で分厚い防寒手袋をはめた状態での操作に難があるという先訓により、右に押し回す操作方法に変更されたが、これにより、 感所に関係なく迅速な操作が行えるようになった。激系中高を安全位置に回転させた際には、突起が重心情報に立ち上がり、一手に安全位置を明瞭に示すものとなっており、この際に激系側の切り欠きに激系中高側の切り欠きが噛み合うことで激系の前進を阻止する。同時に、機関部側の溝に激系中高側の突起が噛み合うことで有程の固定も行われる。 198の旗安全機と異なり、安全状態で遊定の固定のみを解除するポジションは存在しないにポジション式である。なお、この際に引き金は固定されないので、引き金を引くこと自体は可能である点が、後世のスポーツライフルとの違いである。激径中高は有定解放状態でノブのみを取り外すことができるので、 激震接損陣の交換作業は有定を銃につけたままの状態で行うことができた。操作性自体も極めて良好で、他の日本軍の消火器と異なり、安全解除は銃を構えた状態で親指のみで行うことができた。引き金側の安全機構としては、逆張りの先端に被害竹の子と呼ばれる突起が設けられており、交換を完全閉鎖の位置に下ろした時のみに、 幽邸側の溝と被害竹の子が噛み合うようになっているため、わずかでも交換が開放側に開いていると引き金を引くことが不可能となる。また、激形は幽邸のカムで後方に押し下げられる構造となっているが、約30度交換が開くと激形は1万1、逆張りが破損して前進した場合でもこのカムに当たって、激震先端が包み底面から出ることはなくなる。 アリサカ銃は前者と後者の組み合わせにより不完全閉鎖時の発射不能を実現しており、前者の構造により引き金を引いている際には交換の回転も行えなくなるため発射瞬時の薬質解放不能をも実現している。このためアリサカ銃は今日のボルトアクションと比較しても高い安全性を有しているとされている。の安全策に加えて 薬室の上面とボルトの下面にはそれぞれガス抜き用の小穴が設けられ、また撃計はあと半分が太くなるよう加工されており、もし異常空圧が発生した際に、高圧ガスが後方へ吹き抜けるのを予防するよう配慮されている。ボルトハンドルの基部は閉鎖状態でレシーバー側と噛み合っており、1万1、ボルト先端のロッキングラグが破断した場合に、ボルトが後方へ抜け出るのを防止する。 セーフティーラグを兼ねている。38式以降の重心側の特徴としては、極めて分厚い薬室と重心内部のクロームメッキ処理が挙げられる。有坂銃の薬室の肉厚は64式小銃の開発者の一人でもあった伊藤新吉の資料では、99式は62、式機関銃ヤグ98を凌駕する1 1 4ト、mm、ルの厚さを備えており、 異常高圧時に発射ガスを重心情報に抜くためのガス抜き口が一つまたは二つ設けられていた。99式からは重心内部にも末期型を除いて重心名数を延長する目的で分厚いクロームメッキが施され戦場が保護されていることにより今日でも良好な集団性能を発揮する要因となっている。包み底面に備えられた 中トン図も極めて大きな張り詰め状のものが採用されており、これらの構造上の特徴から、アリサカ銃は極めて簡素かつ剣道な構造を有しているともされている。また、アリサカ銃は多くは1メートルを超える長い全長を持ち、30センチメートルから40センチメートルもの刃渡りを持つ銃剣を組み合わせることで、銃剣術を極めて強く意識した運用が行われた。 アリサカ銃のこの設計思想は、銃剣道における木銃の寸法のみならず、今日の陸上自衛隊や日本の警察の小銃の運用思想や白兵戦術に至るまで強い影響力を残し続けている。上述の通り、アリサカ銃は、ボルトアクション小銃としては極めて堅牢な構造と、多重の安全機構を持ち、モーゼルの M98 アクションと並んで、 ボルトアクションの横綱と評されることも多いが、常実の技術的特徴が、表裏一体で、現代的な設計のボルトアクションと比較した、際のありさ過重の短所ともなっている。コックオンクロージング方式は、薬室開放時の交換の操作力の低減の面では、モーゼルのコックオンオープニング方式と比較して、分があるが、閉鎖時の操作力は、コックオンオープニング方式と比較して大きな力が、 必要となり、開閉操作のスムーズさにもやや欠けるとされ、不発の際の素早い際コッキングも行えない短所がある。激径を覆い隠してしまう激径中高によるに、ポジション式安全装置は、頑丈ではあるものの射撃場においては、コッキングの状態を外見から目視確認できない安全上の不安要素となり、モーゼルの3ポジション式機安全機のように激震を、 固定した状態での薬室開放が不可能なため、極めて低い確率ではあるが、脱包みの際の薬室開放前の引き金の誤操作、あるいは薬室開放中の逆張りの破損に禁する、暴発を阻止できない欠点がある。現在コスト上の理由でにポジション意識を採用する場合、フは m 1 5 0やレミントン m 7 0のように、逆張りを固定する方式として、ボルトの固定機能を排してでも、 薬室開放時の安全性を優先するのが基本である。被害竹の子による引き金の安全機構は上記の2ポジション式安全装置の欠点をある程度補う効果こそ期待できるものの時として激系中高の安全解除の際に交換が動いて発射が不能となる不具合をもたらし運用上もコックオンオープニングの多くの銃で可能な引き金を引きながら ゆっくりボルトを開閉することで、激震を安全にデコッキングする操作が行えず、必ず空撃地下発射を行わねばならない。モーゼルをはじめとするコックオンオープニング式は、コックオンのカムの構造上、たとえ交換が多少上がった状態で激震を落としたとしても、激震がカムに衝突して、交換を強制的に閉鎖方向へ動かす動作を行うため、 被害たケノコのような安全対策を取る必要がない。また、発射瞬時の解放不能という機能性に関しては、53、式信号拳銃などの元折り式の鉄砲で、発射瞬時に完全解放に至る事故事例が数例あり、1980年代初頭までのウィンチェスターブランドの散弾銃では、こうした事故を防ぐ対策が取られていた例もあったが、 元より極めて発生頻度の低い事例であるために、今日販売される民生銃器では、こうした構造はほとんど省略されている。極めて分厚い薬質と重心のクロームメッキは、正式採用後100年近くを経過した現在でも、良好な射撃性能を発揮する要素の一つとは、なってはいるものの、消耗品としての軍用銃、商品としての民生小銃としては過剰性能でも、ある。 また、純粋な性的射撃用ライフルとしては、ライフリングの均一性を損ねる要素となるため、重心内へのクロームメッキは寄付されることが多い。第日本帝国陸海軍に正式採用されたもののみを列挙する。姿勢銃や模造銃等については、各形式の個別項目を参照されたい。有坂銃の最初のモデル。 6.550mMSR の30年式実砲を使用。製造数55万4000兆。30年式機銃30年式のカービン版で 300mm 重心が短い。製造数4万5000兆。正式名称は35年式海軍銃。6.550mMSR の30年式実砲を使用。30年式をベースに、 南部基次郎少佐が海軍陸戦隊向けに改良。照準機の表尺板をスライド式から扇転式に、また手動開閉式の遊泳服を追加している。このダストカバーは後に45式サイミーズマウザーでも採用されている。操作性向上のため、交換や引き金型安全機のフックが大型化され、雷管破断によるガスの吹き抜け防止策として、 有底本体へのガス抜き穴の追加、包み底面の改良が行われた。また薬室への球団をより良くするため、断層の改良などが行われた。南部基次郎少佐が設計。6.550メートル MSR の38年式実砲を使用。30年式実砲も使用できる。取り回しの改善のための38式短小銃と呼ばれる短小版も存在し、 全長は不標銃と騎兵銃の中間程度である。有坂銃で最も多く生産された形式で最も一般的な存在である。設計された1905年から1942年まで約340万丁が製造された。38式機銃38式の騎兵銃版で 300mm 重心が短い。 主に市長兵などの広報要員により使用された。38式改め狙撃銃38、式不標銃としての製造後に精度が優秀なものが選抜され、97式狙撃銃と同様の回収が施されたもの。レシーバーに38式の刻印が刻まれている点を除けば、97式との外見の差はほとんどない。十八式をベースにした騎兵銃。 6.550メートル MSR の38年式実砲を使用。30年式実砲も使用できる。際立った特徴は折りたたみ式のスパイク式銃剣と重症内に収納された日本次のクリーニングロッドである。もともとは、機兵専用に設計されたが、市長兵などの広報要員にも使用された。急日本軍の2つの主要な軍用狙撃銃のうちの一つ。 6.550メートル MSR の38年式実砲を使用するが、より良い命中精度、軽い反動、銃声やマズルフラッシュの抑制などのために、11年式景機関銃や96式系機関銃向けに用いられた幻想薬弾を使用した。工場出荷時にゼロイン調整された97式小純機を装備、大まかに22,500丁が製造された。 38式不標準の後継小銃。7.758mm の99式普通実砲を使用。無機延式化された92式普通実砲や97式普通実砲も使用できた。1939年に同金義和大佐により設計され、その後1941年から1945年までに約250万丁が製造された。 99式は第二次世界大戦で最も一般的な日本軍の正式小銃であり、有坂銃で2番目に著名な形式でもある。38式からの大きな変更点は、消門の V ノッチ型からピープ型への変更、小正のブレード型から三角型への変更、重心外へのクロームメッキ、初期型における対空照射の装備である。 他にも生産性向上のため、レシーバー後部の交換収納部分の縮小化や、用心均等へのプレス加工部品の多様、部品脱落のリスクのあった、フロアープレートへの調子外追加など、38式からの変更点、改良点は多岐にわたる。派生型として全長が単焦中の1 1 1 8ト、mm、ルから1 2 5 8ト、mm、ルに、 延長された99式長小銃が存在した。短小銃もその品質により、初期型、中期型、終末型へと変化を遂げた。99式狙撃銃旧日本軍のもう一つの軍用狙撃銃。後者の方が数が多いが、長小銃、または短小銃の双方に基づいて製造された。7 7 5 8ト、mm、ルの99式普通実砲を使用。 無機演式化された92式普通実砲や97式普通実砲も使用できた。より大光景でパワフルとなった光景により反動は強くなったものの風による影響を受けにくい弾道特性を得ることができた。小純機は97式小純機のほか、99式小純機が装備され、後に99式小純機をベースに、 倍率調整機能を有する試作品の開発も行われた。それぞれの照準機には専用のホルスターが用意され、しばしば小銃と分離して携行された。旧日本軍では、狙撃兵は、各部隊から射撃技能の高いものが選出され、与えられる、狙撃銃はその兵士が所属する部隊に配備されている消火器の後継に依存していた。すなわち、 所属部隊の配備小銃が6 5ト、mm、ルである場合には97式狙撃銃、7 7ト、mm、ルである場合には99式狙撃銃が与えられた。製造は1942年5月より始まり、製造総数は約1万兆。陸軍低身連隊及び海軍空挺部隊のために開発されたテイクダウンライフルで唯一の量産小銃である二式小銃は2、 式テラ銃の別名を持ち、99式単小銃をベースに製造された。それ以前には、姿勢100式と姿勢1式及び姿勢テラ銃の3つの試作品が存在した。2式小銃は 7.758mm の99式普通実砲を使用。無機円式化された92式普通実砲や97式普通実砲も使用できた。 二式小銃は重心及びハンドガードと、機関部及び重傷からなる二つの部品に分離することで、コンパクトに携帯することができた。1942年から1944年にかけて、およそ19000丁が製造された。30年式小銃と同時に制定された剣型の30年式銃剣は、30年式機銃と44式機銃。 最末期に製造された一部の99式炭小銃を除くすべての有坂銃に着検することができる。20種類以上のバリエーションがあり、さらには初期、中期、後期生産型に分類される。変わったところでは、軽機関銃の96式軽機関銃や99式軽機関銃や、サブマシンガンの100式機関炭銃や、 姿勢2型機関単銃にも装着することができた。なぜこうした仕様であるかについては研究者の間でも諸説あり、銃剣格闘が目的ではなく連射時の銃口を安定化させるバラストの役割を期待されたとも言われている。製造総数は約840万ぶり、35年式海軍重要の銃剣。基本的な形状は30年式重剣と共通であるものの、 中詰めが追加されている44式機銃に固定装備されたスパイク型の銃剣で折りたたんでハンドガードに収納することができる。展開時も重心に干渉しない。馬乗りする機兵での運用を第一に考えられた銃剣で製造時期により大まかに3種類に分類される銃への取り付け部が段階的に強化されている。44式機銃以外では 1939年に99式小銃の制定とともに44式機銃の 7.7mm 版として試作された姿勢 7.7mm 機銃第2案や2式小銃の直接のプロトタイプとなったとみられる姿勢テラ銃にて44式機兵銃剣が用いられたが、いずれも正式採用には至らなかった。30年式銃剣は、 空挺兵の個人傾向品としては長すぎたために、この問題に対処すべく、ナイフ型の二式銃剣が開発された。全長は30年式よりも、約20センチメートル、短い32.3センチメートルである。主に低新連隊に配備された二式テラ銃や100、式機関単銃にて用いられた。製造総数は、約2万5千部。ぶり。 すべての露角された外国製の銃器に共通のことであるが、第二次世界大戦後期、特にラストリッチモデルと呼ばれる終末型は製造品質が大きく低下しており、それらの銃器に対して米国内の銃口が施した加工も要因となり、今日これらを発射することはそれなり、以上の危険を伴う。アリサカの弾薬は多くは戦場で拾われた土産であり、 終戦直後は、米国内でも、容易に、再入手が可能な状況ではなかった。そのため、当時多くのアリサカ銃が入手が容易な光景に、重空を拡大されるか、薬室加工を施されていた。また、時に、米国へ運び出される折に潜在的なサボタージュとして、アリサカ銃を動作不可能な状態に既存することも、行われていた。 それはレシーバーへの損傷や一部の部品の除去などの手段で行われた。なお、この時期の米国内でのアリサカ銃の加工に関する逸話として99式終末型などにおける自己事例などの悪評が残る一方で初期のアリサカ銃の頑丈さを示す例として38式の薬室のみを30から06仕様に拡大し重心はそのままの状態で 30から06を発射したところ308の弾頭が264まで鉛筆のように細長く押しつぶされた状態で発射され重心、薬質ともに異常が見られなかったという事例が写真付きでアメリカンライフルマン氏に掲載されたことがあるというまた戦後の米国で独自のカスタムライフルや様々な ワイルドキャットカートリッジの制作者として、名を馳せた伝説的なガンスミス、パーカー・オットー・アクレーは、戦後間もなくの時期に、模身、ナガン、リー・エンフィールド、M1917 エンフィールド、カル98キロ、スプリングフィールド M1903 小銃、99、式典小銃を収集し、自身が製作した、極めて強力なマグナム相弾を用いて、 どの国の正式小銃が最も強固であるかを検証したところ、99式艦小銃が、列国の正式小銃で最も頑強な構造を持つことが実証されたという。米陸軍は、悪霊の破壊試験に協力し、悪霊から上申された報告に基づき、旧日本軍から接収し保管されていた99、 式炭小銃の多くを30から06弾使用に改装し、韓国軍や警察予備隊に供給することを決断したとされる。ただし、悪霊自身は有坂銃自体については極めて強固ではあるが、望ましくない要素も多く含まれている。私は強固さと理想が混同されるべきでないと考えており、故に有坂銃に多くの投資を行うべきでないとも考えている。 とも評していた。アクレイは、アリサカ銃を生み出した、日本の製銃技術に、一定の評価を与え、1966年には、日本の銃器メーカーが製造した、モーゼル M98 型のライフルを、右手用、左手用合計で150兆ほどを輸入し、日本製のテレスコピックサイトともども、自身の名を冠して販売していた。対空照射区を開いた99式の消門。 アクレーラによる事例以外では、米国内の38式は6.5、257ロバーツ弾仕様に薬室を改造されることが多かった。この弾薬は、257ロバーツ弾をもとに、既存の重心をそのまま活用できるよう、ボトルネック化し、薬莢に 6.5mm 弾頭を取り付ける加工を行ったワイルドキャットカートリッジである。 99式の場合は 7.758mm から30から06スプリングフィールドダニへの薬室改造が行われることが多かった。しかし30から06は薬室を 5mm 延長すれば利用できたものの弾頭の小道が 7.7mm よりもわずかに狭かったため良い弾頭特性を得ることが難しかった。十九式に最適な弾頭計は 310から312である。こうした改造を施された99式と適合する弾薬を求める場合、30から06の薬莢に大きな弾頭を取り付けるための加工を施して製造する。ドイツの 7.9257mm マウザー弾に適切な 311K の弾頭を取り付けて使用するのも良い方法である。広く利用可能な 303ブリティッシュ弾の弾頭は、アリサカ中のライフリングに適合したものである。現在ノルウェーのノルマ社は 7.758mm の工場相談及び、リロード用の新品薬莢を提供しており、ホーナディも 6.5mm や 7.7mm、双方の工場相談を市場に提供している。7 7ト、mm、ルの薬莢は、底部が30から06よりも、 若干広いので、すでに薬室加工などを施された履歴のあるアリサ荷重であっても、所有者によっては、このような弾薬、または薬莢を使用する方が好ましいかもしれない。当時の軍用相談と類似した弾道特性を求める場合、弾頭及び創薬の品質が当時の軍用相談に近い。303ブリティッシュ弾のサープラスはもから、 弾頭と創薬のみをオリジナルの日本軍仕様のリロードデータで 7.758mm 薬莢に移し替えることも行われる。ありがとうございます。